クロムウェルのアイルランド侵略は、新京と革命の最中、オリバー・クロムウェルによって引きられた、イングランド議会軍によるアイルランド再占領のことで、ある。アイルランド反乱、クロムウェルのアイルランド侵略の総称として、11年戦争、とも呼ばれている。1649年、クロムウェルは、彼の指揮下にある、ニューモデル軍と共に、イングランドのランプ議会の代理。 アイルランド派遣軍司令官としてアイルランドに上陸した。1641年のアイルランド反乱以来、アイルランドはおおむねアイルランドカトリック同盟の統治下にあったが、アイルランドカトリック同盟はイングランド内戦において敗北した王統派と1649年に同盟を結んでいた。クロムウェルとその軍隊はアイルランドにおいてアイルランドカトリック同盟と国王派の連合軍を 激派、アイルランドを占領した。これによりアイルランド同盟戦争は終結した。続いてクロムウェルは、カトリック教徒に対する刑罰法を可決させ、彼らから大量の土地を没収した。議会軍によるアイルランド再占領は、残忍を極めたため、クロムウェルは現在でもアイルランドで嫌われている。この悪行に対するクロムウェルの責任の範囲は、 今日においても激しい議論の対象である。近年になって何人かの歴史家は、クロムウェルによって行われたとされる行為の多くは、当時の戦争のルールでは許容されていたものであったか、もしくは先導者によって誇張もしくは歪められたもので、あると主張したが、これらの主張は他の歴史家からは疑問を呈されている。議会派によるこれら行為の結果、 アイルランド人口の15から25%程度が殺害もしくは亡命したと一般的には見積もられているが50%以上もの人口減少を起こしたと主張する少数派もいる。イングランド内戦の勝者であるイングランド議会派が1649年にアイルランドへ派兵した理由はいくつかある。 カトリック同盟の末期である1649年には、議会派の拠点は、アイルランド東部レンスターの都市ダブリンに残されて、いるだけであり、マイケル・ジョーンズ大佐が指揮をしていた。都市及び議会派が、上陸可能であった港を奪取するために、オーモンド公式下の国王派とカトリック同盟の連合軍は、ダブリンの南に位置するラスマインズに集結した。 しかし国王派が展開中の8月2日、ジョーンズは奇襲を仕掛けこれを敗走させた。ジョーンズは4000人の国王派及びカトリック、同盟兵士を殺害し、加えて2517人を捕虜としたと主張。クロムウェルはこの戦いを驚くべき幸運、素晴らしい、格好のタイミングで私たちにとって夢のようであると評した。アイルランドの首都を維持できたこと。 そして自分たちが安全に上陸可能な港を確保できたことを意味していたからである。キンセールにおいてロバート・ブレイク提督がカンバーランドコール・パート率いる国王派艦隊の生き残りを封じ込めている間、クロムウェルは兵士と武装を満載した35隻の船で8月15日に上陸した。2日後には副司令官でクロムウェルの婿でもある。 ヘンリー・アイアトンがさらに77隻の船で上陸している。オーモンド港の軍隊は混乱の中ダブリン周辺から撤退した。ラスマインズでの予想外の敗北で彼らは意気承しており、短期間のうちに再度回戦することはできなかった。その結果オーモンド港はアイルランド東海岸の城塞都市を保持して、クロムウェルの新軍を冬まで引きつけることを望み、 ハングリー大佐とシック・少佐が彼らを前言させることを願った。上陸するや、クロムウェルはアイルランド東岸の他の都市を落とすために進行を開始した。造歩とイングランドからの物流を能率的に運ぶためである。最初に陥落したのはダブリンの北5 0トルほどにある都市ドロヘダであった。ドロヘダにはアーサー・アーストン率いる国王派。 カトリック同盟兵の連合軍3000人が駐留していた。クロムウェル軍が9月11日にドロヘダ工場戦で都市を攻略した際、クロムウェルの命令によって大部分の駐留兵とカトリック聖職者たちは大虐殺を受けた。多くの市民も略奪の際に犠牲になり、アーストンはラウンドヘッドへの虐殺はアイルランドにおいて恐怖として受け取られ、今日においても クロムウェルの過剰な残忍性を示すものとして記憶されている。しかし近年では、ドロヘダの虐殺は17世紀当時の工場船の標準的なそれと比べて異常に厳しいものではなかったという主張もある。ドロヘダを抜いた後、1642年に上陸したスコットランドの国民名役軍の生き残りからアイルランド北部のアルスター東部を奪取するために、 クロムウェルは、ロバート・ベナブルスが指揮する5000人を差し向けた。彼らは、スコットランド軍をリスナガーベイの戦いで破り、この地域の議会派軍と合流した。この軍は、西アルスターのデリー周辺のイングランド人移民が元になっているもので、マウントラス博、チャールズ・クートが率いていた。キルケニー城。カトリック同盟の首都であったキルケニーは1650年に陥落した。 ニューモデル軍は、ウェックスフォード、ウォーターフォード、そしてダンカノンの港を確保するために進軍した。ウェックスフォードは、もう一つのいまわしい残虐行為があった都市である。10月に、議会軍は、ウェックスフォードを包囲、幸福交渉が進行している最中に、議会軍は町に侵入して、略奪を働き、2000人の兵士と1500人の、 市民を殺害、町の多くを焼き払ったのである。ウェックスフォードの略奪における、クロムウェルの責任については、意見が分かれている。彼は町への攻撃を命じておらず、軍が町に突入した時は、降伏を協議している時であった。一方で、クロムウェルを批判する人は、彼が軍を止める努力を、ほぼしておらず、事後にも、罰をほとんど与えなかった点を指摘している。 おそらく、ウェックスフォードの略奪は、議会派にとってはややマイナスであったと考えられる。街を破壊することは、議会派がその港を使用できなくなることを意味しており、アイルランドに軍隊を派遣するための基地にできないということであった。第二に、ドロエダとウェックスフォードにおける厳しい処置の結果は一色他にされていた。また、将来的な抵抗を阻むという点では、 ある程度効果的であったかもしれない。国王派の指揮官であるオーモンド公は、クロムウェル軍の恐ろしさによって自軍が麻痺していると考えていた。その後、ニューロス、カーローやキルケニといった町や都市は、クロムウェル軍によって包囲されると、協議に従って降伏している。一方で、ドロヘダやをェックスフォードの守備隊に対する大虐殺は、 たとえ降伏しても殺されると、アイルランド人カトリック教徒に信じ込ませてしまったため、他の場所での抵抗を長引かせることになった。ウォーター・フォード、ダンカノン、クロンメル、リムリックそしてゴールウェイといった都市は断固とした、抵抗の後降伏した。クロムウェルは、ウォーター・フォードも、ダンカノンも抜くことができなかったため、ニューモデル軍は陶器用の A 社へ退かねばならず、そこで兵士に、 多数の病死者が出た。結局、ウォーター・フォードとダンカノンは、長い包位戦の末、翌1650年に降伏した。ヘンリー・アイアトン。クロムウェルは1650年に、アイルランドにおける、議会軍の指揮権を彼に渡した。後に1651年のリムリック包位戦中に、病没。春が来ると、クロムウェルは残っていたアイルランド南東部の、 城塞都市を相当した。こちらは、カトリック同盟の首都であったキルケニエが交渉に、従って降伏したことが特筆される。ニューモデル軍は1650年に4月から5月に行ったクロンメル包囲戦で、城壁を攻撃した際に撃退され、最大2000人もの死傷者を出し、この侵略で唯一となる停滞しっぺ返しを受けた。にもかかわらず町は、 翌日に降伏している。キルケニーやクロンメルにおける彼の振る舞いは、ドロヘダやをエックスフォードでのそれと対比されるかもしれない。クロムウェル軍は戦術の二つの都市で大きな損害を受けていたにもかかわらず、市民の生命と財産の保障、さらには都市を守っていたアイルランド軍兵士の対比が盛り込まれている降伏条約をクロムウェルは尊重した。 議会派の司令官側のこのような姿勢の変化は、過度の虐殺がアイルランドの抵抗を長引かせていたことを認めていたためかもしれない。一方で、ドロエダとウェックスフォードでは幸福合意は成立しておらず、17世紀中期のヨーロッパ本土での一般的な工場戦ルールからすれば、このような場合は慈悲は与えられなかった。この点をもって、 クロムウェルの姿勢は変わっていなかったと主張することもできる。オーモンド・を率いる国王派はいまだに南部マンスター地方の大部分を保持していたが、ークに位置する味方の要塞で反乱が起きて裏をかかれることになった。反乱を起こしたのはブリテン島から赴任していたプロテスタント軍で1648年までは議会派として戦っており、 カトリック同盟と共に戦うことには、長が逃げくり返る思いであった。反乱軍は、コークとマンスターの大部分をクロムウェルに引き渡し、さらに在京のアイルランド人中流軍を5月10日のマクルームの戦いで打ち破った。アイルランド軍と国王派軍は、シャノン川を越えて、西部のコノート地方に撤退し、マンスターに留まった軍は、ケリー県の要塞に撤退した。5月、 チャールズ2世は父がカトリック同盟と結んでいた同盟を破棄した。これはカトリック同盟よりもスコットランドの国民名役との同盟を選んだためである。これはオーモンド公のアイルランドにおける国王派の長としての地位を完全に引きずり下ろす形になった。クロムウェルはアイルランドのプロテスタント系国王派に対して寛大な降伏条約を提示し、 結果多くが幸福もしくは議会派側へつくことになった。これにより、アイルランドには、アイルランドカトリック兵の残党と、徹底抗戦の構えを崩さない、少数のイングランド人国王派だけが残ることになった。また、戦術の点から、司教や聖職者を含む多くのアイルランド人カトリック教徒には、 なぜオーモンド公の主君である国王が自分たちとの同盟を拒否したこの機に及んでも彼がリーダーであることを認めているのかという疑問が出た。5月、クロムウェルは第三次イングランド内戦においてスコットランドの国民名役と戦うためにアイルランドを去り、指揮権は副司令官アイアトンに移された。残されたアイルランド人と国王派の中で最も強大なものは6000人を 要するアルスターの軍団で、これは1649年に死亡した、オーウェンロー・オーニールが以前率いていたものであった。しかしこの軍団は当時、ヒーバー・マクマホンという経験未熟なカトリック司教が、率いていた。アルスター軍は6月にドニゴールで、主にイングランド移民で構成される、議会軍及びマウントラス博が率いる軍と激突した。アルスター軍は、 そう崩れとなり2000人もの戦死者を出し、マクマホンや大部分のアルスター軍の指揮官が戦死、もしくは捕らえられ処刑された。最後の強大な反議会派や戦部隊が敗退したことにより、議会派はアルスターの北部を確保した。マウントラス博の軍は北部における、カトリック勢力最後の拠点、チャールモントにおける、 包囲戦で大損害を受けたにもかかわらず、アイルランド南部及び、西海岸になだれ込むことができた。リムリックのキング・ジョンズ活すると、ソーモンド・ブリッジ。アイアトンは、長い方位の末1651年に、リムリックを落とした。10月、議会派は、シャノン川を越えて、この音の西部に入った。アイルランド人貴族であるクランリカード校。 ウリックバーク率いる軍はこれを食い止めようとしたが、ミーリック等の戦いで奇襲を受け敗北した。オーモンド公は負け戦が続いたためにアイルランド人と国王派からの信頼を失い、もはや彼が指揮していた軍、特にカトリック同盟からは完全に信用を失っていた。オーモンド公は12月にフランスに逃れ、彼の代わりにクランリカード公が指揮官になった。 だが、アイルランド人と国王派の連合軍は、シャノン川の西岸に追い詰められ、強固な城塞で守られたアイルランド西岸の都市、リムリックとゴールウェイを守りきることに、最後の望みをかけた。これらの都市は強固な近代的防御力を誇り、ドロヘダヤをスフォードのような直接攻撃では、落とすことはできなかった。アイアトンが、リムリックを包囲する一方で、マウントラス博は、 ゴールウェイを囲んだが、堅固な防御で固められた都市を落とすことができず、代わりに兵狼攻めを行いウェイと病気で降伏せざるを得なくしようとした。ケリーからのアイルランド軍は、南からリムリックを救援しようとしたが、ノックナクラッシーの戦いで迎撃され敗北した。結果リムリックは1651年に、ゴールウェイも翌1652年に陥落した。しかしヤマイは、 無差別に、そして何千もの議会派軍を殺し、アイアトンも、薬病で1651年に、リムリックの外にて沈没した。以後は、チャールズ・フリートウッドとエドマンド・ドラドローが、征服活動を進めていった。強固な陣地を築いた1651年の、ゴールウェイここは、議会派が落とした最後のアイルランド人拠点で、1652年に、降伏した。 ゴール A の陥落は、クロムウェルの侵略に対する、組織的抵抗の集結を表していたが、議会派に対して、小規模のアイルランド人部隊が、ゲリラ戦を開始したため戦いは続いた。ゲリラ戦への移行は1650年後半から始まっており、1651年に、アイルランド人と国王派の連合軍が敗北したにも、かかわらず、 議会派に対抗する兵士はまだ3万人ほどいると推測された。トーリーはアレンシッチ隊やウィックロー山地、そしてドラムリンといった移動の難所から数ヶ月内で活動し、議会派は大規模行軍を除いては極めて危険な状態になった。アイアトンは1650年にトーリーを鎮圧するため、ウィックロー山地へ政党を行うが、成功しなかった。 1651年前半には、イングランドの市長隊は、軍事拠点から2マイル以上行軍する場合安全ではなかったと報告された。それに応えて、議会派軍はトーリーを支援していると考えられた、一般人を強制的に追い立て、食料供給源を破壊した。ジョン・ヒューソンは、ウィックロー圏とキルデア圏で、組織的に、食料備蓄を破壊し、ハードレスウォーラーも、 クレア県のバレンで同様に、クック大佐もエックスフォード県で同じことを行った。その結果、アイルランドのあちこちで飢饉が発生、センペストの流行が状況をさらに悪化させた。ゲリラ戦が長く続いたため、議会派は1651年4月付で、ウィックロー県や多くの南部県を、今の言葉で言う無差別砲撃地帯とし、見つけたら、誰でも敵として殺害。 滅ぼし、さらに彼らの家畜や資産は敵の持ち物として取るか奪うかすべしとした。この戦術は1603年に終結した9年戦争でも効果的であった。加えて、捕虜を年期奉公人として西インド諸島、特にバルバドスなど。バルバドスではその子孫はレッドレッグと呼ばれたに売り払うことも始まり、イングランド共和体制の元合計12000万2千人が、 奴礼として売り払われた。戦争のこの時期は一般市民の犠牲が大きく、戦争、基金そして薬病の組み合わせはアイルランドの住民に莫大な死者を出した。ウィリアム・ペティは1641年以来のアイルランドにおける犠牲者数を61万8000人以上、もしくは戦前の人口の40%と見積もった。このうち40万人はカトリック教徒で、 16万7000人は戦争や飢餓で直接的に殺され、残りは戦争に関連する薬病で死亡したと見積もった。結局、ゲリラ戦は議会派が1652年に降伏条約を発表すると集結した。これはアイルランド軍がイングランド共和国との戦争で戦わないという条件付きで外国へ渡り軍に加わることを許可したものであり、 ほとんどはフランスもしくはスペインに渡った。ジョン・フィッツ・パトリック、エドマンド・オドアイアー、エドマンド・デイリーといった最大規模のアイルランドゲリラ軍はその年の5月にキルケニーで調印された条約により降伏したが、同年の終わりにも1万1000人ほどがまだ地域に存在していると考えられていた。最後のアイルランドと国王派の連合軍は1653年4月27日。 キャバン兼クラフォッターにおいて正式に降伏した。しかし、小規模のゲリラ戦はその後10年余り続き、広範囲に無法地帯が広がり、強盗団がはびこることになった。トーリーの一部がただの強盗団であったことは疑いがないが、一方で他のトーリーには政治的な動機があった。クロムウェルはアイルランドのカトリック教徒に対して極めて厳しい。 土地処分を強要した。これは彼のカトリックに対する根深い反感のためと、1641年のアイルランド反乱、特にアルスターにおけるプロテスタント移民の虐殺を罰するためであった。また、彼は軍隊の給金を払うために金を集める必要があり、1642年に、 探検家法によって資金提供を受けていたロンドンの商業者にそれを返す必要があった。1641年のアイルランド反乱に関係した人は誰であっても処刑され、カトリック連合に加わったすべての人の土地は没収され、さらに数千人が奴隷として西インド諸島に移送された。戦争に加担しなかったカトリック地主は保証として、 この音の土地を請求する権利があったにもかかわらず、彼らの土地は没収された。加えて、カトリックは都市に住むことを許されなかった。カトリック連合と国王派の連合軍で戦ったアイルランド人兵士は、かなりの数が、スペインやフランスの軍で職を見つけるために国を去った。ウィリアム・ペティはこの数を5万4000人と推測している。カトリックの儀式は禁止され、 聖職者の捕獲に対しては、懸賞金が支給された。聖職者たちは見つかった場合処刑された。長期議会は、探検家法に署名したが、これは、議会派の債権者は、債務の返還をアイルランドで没収された土地を、その保証として請求できることが記されていた。さらに、アイルランドに従軍した、議会派の兵士は、賃金の代わりに、 アイルランドで没収された土地を割り当てられる権利があったが、議会は賃金を完全に支払うことができなかった。その結果、ニューモデル軍の何千の子さん兵士がアイルランドに移住した。加えて、戦前からのプロテスタント移民は所有している土地を大きく増やした。戦前にアイルランド人カトリック教徒はアイルランド島全土の60%を所持していたが、 イングランド王政復古の際カトリック国王派に保障がなされた時には20%にまで低下していた。共和制時代の期間中にカトリック地主は8%にまで減っていた。さらに1660年の王政復古後でさえカトリック教徒はアイルランド議会はともかくとしてすべての観光庁から締め出されていた。アイルランドにおける 議会派軍の軍事行動は三王国、戦争中において最も情け容赦のないものであった。特にドロエダとウェックスフォードでのクロムウェルの行動は、彼に虐殺者であるという評価をもたらした。しかし、クロムウェルよりの立場を取る人は、彼のアイルランドの行動は、当時の水準からすれば極端に残酷なものでは、なかったと主張する。クロムウェル自身は、彼がアイルランドにいた。 イの厳しい仕打ちは自身に逆らった武装した兵士にだけ言ったと主張した。それでもドロヘダは大虐殺であったと考えていた同時代の証拠があり、これは歴史家にも頻繁に取り上げられる見方であるにもかかわらず民間人を虐殺した責任についてはいまだに議論がある。公式的にはダブリンでのクロムウェルの命令は 彼がそこに到着した直後に以下のように行われている。この命令の目的の少なくとも一つは、軍の食料やその他必需品を地元住民が販売してくれるように保険をかけておくことであった。1650年にはミーリック等の戦いにおいて、議会軍のダニエル・アクステル大佐が指揮下の兵によって行われた残虐行為のために、 軍法会議にかけられたことも注視する必要がある。クロムウェルの批判者は、カトリック住民に、彼への抵抗を訴える、カトリック司教に対する、彼の返答に注目する。彼は、カトリック住民を虐殺し、追放し、滅ぼすという意図はなかったと述べているが、もし彼らが抵抗するなら私は、彼らに降りかかる苦痛と破壊、地と破滅から自由にすることを願い、 彼らに対して、最高度の激烈を行使することを喜ぶだろう。If they did resist, I hope to be, free from the misery and desertation.Blood and ruin that shall befall them, and shall rejoice to exercise the atmosphere to severity, against them, としている。また、トムライリーの、クロムウェル、アンオナラブルエネミーによって近年論じられるが、ドロヘダヤを X フォードで起きたことは、 17世紀当時の工場船の標準からすれば異常というほどのものではなく、陥落した街に駐留していた軍は将来の抵抗を抑えるために普通は殺された。雑誌ヒストリー・アイルランドはこの見方を知り続けている。彼の主な命題であるクロムウェルはドロヘダヤをエックスフォードで命を奪う道徳的な権利はなかっただろうが、しかし、 彼の側からすればしっかりした規則を持っていたのは疑いないというのは交差に耐えられないものであるとした。似たような意見では、ジョン・モリルが名誉回復の大きな試みはトムライリーの案を並らぶるエネミーで試みられたが、しかし大部分は他の学者に跳ね付けられているとコメントした。さらに、クロムウェルの指摘批判者は当時でさえも ドロヘダヤウェックスフォードでの殺害は残虐行為と考えられていた点を指摘する。批判者たちはアイルランドにおけるアイアトン氏後の議会派司令官であるエドマンドラドローのような資料を引き合いに出す。彼はドロヘダでクロムウェルが使った戦術を並外れて厳しいと書き残している。アイルランドにおけるクロムウェルの行動は相互に無ごたらしい戦争の流れの中で起こっている。 1641年から42年のアルスターにおけるアイルランド反乱軍はプロテスタント移民が逃げ出す前に4000から12000人を殺害した。アイルランドにおける英国系プロテスタント移民をアイルランド人カトリック教徒が皆殺しにしようと企てているとプロテスタントが宣伝したためこの出来事は誇張された。ついで、 このことはイングランド議会派及びスコットランド国民名約軍においてアイルランドのカトリック教徒への復讐を正当化するために用いられた。1655年の議会派のパンフレットは、ジェントリ、ー、聖職者そして平民からなるすべてのアイルランド人国民は総体としてこの喧騒について彼らの中に含まれるイングランド系プロテスタントを探し出し撲滅すると、 使っている、ザ・ホール・アイリッシュ・ネーション、コンシスティング・オブ・ジェントリー。クロルギーコメナリティあれ、エンゲージドアズ・ワン・ネーション・インディス・クオーラル、ツールート・アウト・アンド・エクスターペイト・オール・イングリッシュ、プロテスタンツ・フロム・アモングス・ト・ゼム、と主張している。ある歴史家はこれを、クロムウェルの大虐殺行為と、土地処分を正当化する理由となっていたとまで、言い放った。 戦争が進んでいくと残虐行為は至るところで見られるようになった。モンロー将軍率いるスコットランド国民名役軍の兵士は1642年1月9日、マギー島において最大3000人のカトリック教徒を虐殺した。議会軍の司令官であった第6代インチキリン男爵マロー・オブライエンは1647年のキャッセルの略奪の中、 コークにおいて、中東軍とカトリック聖職者を虐殺し、苛烈なマーローと、あだなされた。ダンガンズヒルの戦いやスキャリフフォリスの戦いを経て、イングランド議会軍は、アイルランド人カトリック教徒の捕虜を殺害した。同様に、カトリック同盟への将軍である、タラシシャク、トマス・プレストンは、メーンルースを落とした際、カトリック教徒の守備兵を、廃墟者としてくくり首に処した。 一ニ人カは、このような観点で見ていくと、1649年から1653年の議会派の軍事行動の荒烈さは、クロムウェルが長い間戦うことができなかったことを考えれば異常ではないと主張した。繰り返すが、このことについては上述した通り激しい議論がある。それでも、1649年から53年の軍事行動が、 アイルランドの一般市民に悪名高い記憶として残り続けているのはアイルランド人に膨大な犠牲者数が出たという責任があるためである。この原因はアイアトン、ジョン・ヒューソンやラドローといった指揮官が1650年からカトリック住民に対して行ったタイゲリラ戦術であり、この時期は国の広い地域で未だに議会軍に対する抵抗が続いていた。 この戦術は無差別に収穫物を焼き払い人々を移動させ一般市民を殺害した。この方針は国中で基金を引き起こし140万人のアイルランド総人口のうち死亡した約60万人の大多数に対して責任があるとされた。加えて戦後のアイルランドにおけるクロムウェル派の植民地すべてはマーク・レーベンや アラン・アクセル・ロッドといった歴史家によってアイルランド人カトリック教徒を東部の県から排除しようとした民族浄化であると描写された。また歴史作家のティム・パット・クーガンはクロムウェルやその部下の行動をジェノサイドとして描写した。クロムウェルの軍事行動と土地処分の余波はカトリック教と地主の広範囲での追い出しと膨大な人口減少であった。結局、 生き残った貧しいカトリック教徒はそれほど多くは西に移動することはなく、新しい地主の下で受活せざるを得なかった。クロムウェルのアイルランド侵略は、アイルランドの英国植民地化を完了させた。アイルランド人カトリック教徒の地主層を崩壊させ、英国のアイデンティティを持つ入植者が彼らにとって変わることになった。クロムウェルの土地処分によって起きた苦しみは、 17世紀以降のアイルランドのナショナリズムの強烈な源であった。1660年の王政復古の後、チャールズ2世はイングランドの全議員たちからの政治的支持を必要としていたため、3分の1ほどの土地を元の地主に返還した。1世代ほど後の名誉革命において、アイルランド人カトリック教と地主層は、残るクロムエル植民地を取り戻すため、 ウィリアマイト戦争において退去して、ジャコバイトのために戦ったが彼らは再び敗れ、1660年以降返還された土地の多くを喪失した。結果として、アイルランドとイングランドのカトリック教徒は1829年のカトリック救済法が出されるまで英国の正式な政治市民となることができず、1778年から1793年の 間までは価値のある権利として土地を所有することも法的に認められていなかった。ありがとうございます。